横須賀目線。さて、はい、日銀が利上げを決定しましたが、暮らし楽になるんでしょうか。もうね、もうずっと金利のないほぼない世界に生きてきたの で、ね、ちょっと金利に対して利上げに対してですね、はい、これいいことももちろんたくさんありますよね。これ皆さんがやってる仕事の付加価値もやっぱり金利が上がっていくことでぐっと上がっていきますから、お給料アップにもつながっていく話なんですよね。で、日銀総裁の植田総裁はですね、これ家計も含めて全体としてはプラスになりますよという言い方をしています。かなりですね、自信を持って継続して利上げをしていくんだということなんですね。で、結果生活どうなるんだ、物価はどうなる、そしてここです、お給料みんなちゃんと上がると、はい、でも住宅ローンもあるよ ねというところなんですが、はい、詳しく見ていきますと、こちらですね、いろんな格差拡大の懸念もあります。今日は、ね、その植田総裁の発言との意識のズレみたいなところもちょっと、探っていきたいなとは思ってるんですけど、まずどんな世界になるのか、こちらです。為替ですね、円相場なんですけれども、この152円台利上げ決定直前から今日一時148円台になりました。となるとちょっと物価高に少しほっと一息つけるのかなというような印象も受けるんですけれども、果たしてどうなるのかというところと、この利息ですね、普通預金でしたらこれ利息5倍になりますよ、これだけ聞くとおーって思うんですけど、具体的に見ていきますと、例えば100万円預けていますと年にこれまでよりプラス800円。一方でやっぱり気になるのは、そうなんですよ、変動金利の住宅ローンなどですよね。で、これ1世帯あたり年間です、やっぱり5万6千円アップしてしまうということなんですよね。で、新しく借り入れる人は早ければ9月にも適用されるというところですし、今借りていらっしゃる方は今激変緩和措置もあるんですけれども、やはりちょっと懸念があるということなんです。で、植田総裁はね、まあ、こうしたことに対して景気に強いブレーキがかかるとは考えていないと発言しています。で、これに対して経済専門の方々どう見ているのかというところですけれども、まずはこちら、りそな総合研究所の荒木さんにお伺いしました。物価高のことなんですけどね、そもそも為替が140円台前半にならないと物価面への効果は出てきませんと。つまり物価高が抑制されない、その理由としては、物価自体はやっぱり電気ガス代とか物流コストですね、エネルギーコストと物流コストで、こちらなんて人手不足ですよね、こういうの解消されない限りなかなか難しい、こうした動向が鍵を握るからという理由なんです。だから為替がですね、140円台までにじゃあ果たして下がるのかっていうと、そこはもうアメリカの景気などの影響を受けますから、そこまではなかなか難しいんじゃないかという見立てもありますよね。結局こうしたことがどういう影響を生み出すのかというと、やはりこちらなんですよね、世代間で差も生まれてしまうということなんです。これどういうことかと言いますと、まず金融資産なんですけれどね、こちら家計の資産ということで、このうち現金預金もうすごいです、日本人皆様1118兆円ありますよと、これを背景にして植田総裁は、金利の上昇はトータルで家計にプラス、要はここに利息がつくからと、で家計の資産の半分を占めていると言います。しかし、じゃあこの資産誰が多く持ってるのかっていうところですよね。その比較がこちらです。はい、これ金利 0.25% でどうなるかって言いますと、これ世代間ごとであるんです。で、高齢層ですね、70代、例えばおよそ1万3000円年間で収入がアップしますよ。それは利息など、それから株式の配当などの収入があるから。で、住宅ローンはもう終わられている方も多い。じゃあその逆どうなのか、現役世代、例えば30代です。当然そんなに金融資産持ってません。で、一方で住宅ローンなどの負担があります。だから年間で8万5000円の負担が増えるということになるんです、これは辛い、現役世代の方は本当に大変だと思います、こうしたことがどういう影響を及ぼすのかというところなんですけれども、これも専門家の方にお聞きしています。こちらです。まず高齢者の方々ですね、当然これ貯蓄に恩恵があってすごくこれはいいことです、ただそれをですね、経済回すためにはお金使ってもらいたいわけですよね、消費に回るかって言ったら車買うぞとはなかなかなりにくいでしょうと。
なので消費に回る効果は高くないと。一方で現役世代です。30代40代を中心にやはり物価高とローンの負担が増えることで何か購入したい、旅行に行きたいっていういわゆる消費マインドですね、うん、これが落ちていく恐れがありますよということなんですよね、うん、これが負の側面ということになります、うん、他にどういった影響ありますか。で結局この消費マインドに影響するってことは、はい、つまり企業の業績に影響しますよね。物を買ってもらえなかったら企業は収益が上がらないということになりますので、うん、次に懸念されるのは企業の間で差が生まれますよということなんです。これどういうことかと言いますと、大体あの大手企業はですね基本的に儲かっている企業も多くて春闘の賃上げなどもですね過去最大とかっていう上げ幅になったりしてるんですが、中小企業でなかなか利益が上がらないとかそうはいかないということで、金利が上昇した時の影響、マイナスの影響の方が大きいんだって答えている人は4割近くを占めています。でプラスとマイナスで相殺されると答えている方も4割近くいるので、全体の、まあ、多くを占めている。一方でこの金利上昇の影響がプラスに働くんだっていう人は 2.4% しかいない。これ具体的にどういうことかと言いますと、この金利を負担することと原材料のコストですね、はい、この沈静化を天秤にかけてもやっぱりマイナスの影響が大きいと。で一生懸命今設備投資して収益上げようとしてるんですよね企業は。で借入金が多い中金利の上昇は厳しい、うん、これどういう影響をもたらすかと言いますと、今一生懸命設備投資しよう、人の投資をしようとしてるわけですね、うん、賃金もアップしたいと企業側思っていても、はい、この金利上昇の影響でそれが鈍くなる可能性を示しているデータと、共通しているのはいろんな企業さん取材させていただいたんですけど、小さくてもやっぱり人に投資しているところとか、そうそうそう、設備に投資しているとか儲かってます。そしてやっぱり日本の国内のマーケットが縮小していくから、なんとか海外に売り出そうという努力もしてて、発想力ですね、そういうところもたくましいなっていう企業が多いということは一つ言えると思うんです。ただ皆さんのお給料に関わるところなんですけれども、こちらです。やはりですね、これ近畿の企業ですから、中小企業などの収益が悪化すれば実質賃金がプラスになる時期が遠のく可能性も、要は今物価高をですね、賃金上昇がなかなか追いついていない状況なんですね。12月に実質賃金が上回るだろうという予測がこれ先延ばしになる可能性もあるということを指摘しているので、皆さんのお財布事情一体どうなるのかというところはこれ懸念を持って見ていかなくちゃいけないところなんですよね。でさてここです。じゃあ今後利上げさらに踏み切れるのかどうかというところが焦点ということになりますが、植田総裁は引き続き金利を上げていく可能性を指摘しています。こう段階的に上げていけるのか、それはちゃんとみんなの給料が上がって景気が良くなること、そしてこれがねなかなか読めない世界情勢のリスクもあるんですけれども、アメリカ大統領選にも左右されるし、今中東紛争のリスクが高まっているってところもあります。で、中国経済などが減速しているということも、これを読みながら日本経済の先行きを見通して金利をちゃんと上げていけるかっていうところが正念場なんですけれども、やっぱり今見てきたように今格差拡大傾向なんですよね。この二極化をどう防いでいくのか、特に現役世代に対してどんな手当が打てるのか、これは国政府の役割でもあると思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。